はい、どうもじゅんじゅんです。本日もご視聴ありがとうございます。ということで今日もね、最新マウス紹介やっていきたいと思います。てなわけでですね、今日はまた新しい素材のマウスが出てくるということでですね、今日紹介するマウスたちにはカーボンファイバーが素材として使われております。まあ今まで素材といえばね、ファイナルマウスがアルミニウム合金だったかなんかで作ってね、めちゃめちゃ軽いっていうのが話題になりましたが、他のメーカーはね、カーボンファイバーで対抗するぞというね、意思が現れた商品が2つ3つあったので、今日は紹介していこうと思います。ということで、まずはこちらの商品、ダウン系ニッヒっていうものかな、 M2K というマウスを紹介していきます。このマウスに関しては最近発売されたとかではなく、少し前からねある商品なので、さらっと説明していきます。まずはこちら、世界最軽量のゲーミングマウスになっていて、重量なんと 24g、えぐすぎ。ファイナルマウスの大体半分ぐらいですね。素材はカーボンファイバーを使ったボディになっておりますと。で、なんとこちら 8000Hz まで対応していて、ドイツ製の有線のマウスになります。で、値段がなんと300ユーロ、お値段大体43000円、バカ高ですね。ただし送料は無料なんで、まあ、43000払えばいいよっていうだけなんですよ。めちゃめちゃお得ですね、4万3000円だけど。上から見た図はこんな感じ。もう見たらわかる通りですね、全長めっちゃちっちゃくて、だいたい全長8センチ、80ミリになっております。横幅も60ミリと超ちっちゃいマウスで、まあ、完全につまみ持ち専用、もしくは小学1年生ぐらいなら握れます。底面から見るとこんな感じ、もうがっつり底面ないです。その代わりに、まあ、重量がすごい軽いので、まあ、下にかかる圧っていうのが極力少なくなっていたり、そもそも素材がカーボンファイバーなわけですね。はい、カーボンファイバーの説明ここにあります。ロケット、ハイパーカーに使われるような素材になってますね。カーボンファイバーはイーロンマスクがロケットを宇宙に発射するために使用した素材でもありますと。まあ、ここに書いてある通り、ロケットとかハイパーカーに使われてもなんかの圧で変形してしまわないような耐久性があり、なおかつ軽量ですごいスピードが出やすいとか、ロケットに関しては軽いから空に打ち上がりやすいみたいなね、まあ、要するに頑丈で軽いような素材になってるってわけですね。なおかつ基板の部分も極力軽量化されてます。サイドの部分はね、残念ながらこう逆刃になってるとかではなく、もうストーンとまっすぐ壁って感じで下がってるわけなんですけども、まあもうそんなことを感じさせない 24g ですよ。そしてなおかつそこに 8000Hz。 最後にね、さらっとスペック説明して次行こうと思います。まずはボタンの数が3つです。サイドボタンはありません。そして重量は 24g、 長さが 79mm、 幅 60mm、 高さ 29mm になっていて、まあ、もうとことん小さいマウスになっております。センサーはピックサート3360、ゾーイのマウスと一緒なので、まあ、必要十分性能は満たしています。で、 8000Hz 対応、スイッチにはオムロン製のものが使用されております。ぜひ気になる人はね、 M2K 調べてみてください。お次紹介していくのがですね、ミッドナイトスレッドっていうかなり新参のメーカーなのかな、 C1 っていうマウスを紹介していきます。まず重量が 48g となってまして、まあ、大体ファイナルマウスと同じぐらいの軽量化が果たされております。上から見ていくとこんな形のマウス、まあ今まで見たことがないですよね、こんな形状。なんかケツプリッと感すごいんですよね。で、サイドの形状に関しては海外のレビューアーの人が動画を上げてまして、そこからちょっと1枚写真を拝借。まあかなり横はストンと落ちてしまっている印象ですね。まあ逆ハの字ではないんですが、このお尻の形状のフィット感が吉と出るか凶と出るかっていうところですね。先に主なスペック紹介していくとこんな感じ。ハイエンドエアロスペースグレードのカーボンファイバーが使われております。素材にはカーボンファイバーと ABS が使われていて、この手が当たる部分はカーボンファイバーなんですけど、底面の底の部分は普通の ABS 樹脂、今までのマウスみたいな素材が使われております。センサーはピックサート3370なんですが、どうやらちょっと改良されたものらしく、 DPI が32000まで届くらしいですね。まあ、ただ性能的には普通の3370って感じで、 IPS400/1000Hz に対応と。でね、先ほど使われていたカーボンファイバーは 24g だったのに、こっちは 48g で倍じゃねえかって思った方、どうやらバッテリーがえぐいらしく、Up to 10 plus days って書いてあって、10日持つよって書いてあるんですね。1日何時間やる計算で10日って言ってるか分かんないんですけども、どうやらなんか結構持つようが売りらしいんですよね。
ただ1日2時間しかやらない人で10日持っても20時間しか持たんぞみたいな話になってくるんで、ここら辺はあんまり信用しない方がいいと思います。で 48g になっていて、スイッチに関してはヒュアのブルーシェルホワイトドットっていうものが使われていて、またもやこれゾーイとかバクシーとかそっち系のマウスに使われているスイッチですね。こっちで見た方がね、上からの形状わかりやすいんですけど、上のねクリックをする部分の形状が結構こう掘られていて、指がフィットしやすそうな形状になっていると。まあこれ樹脂製では見たことがないような形状で、カーボンファイバー特有とも言わないだろうけども、かなりちょっと特殊な溝が掘られてますよね。発売は9月の末から10月初旬頃に開始される予定ですと。素材にはハイエンドの航空宇宙グレードのカーボンファイバー素材を使用しているということで、原材料は日本か台湾から輸入されていますとのことです。でサイドボタンに関しては実装されないっぽいですね。サイドボタンを適切に実装するにはカーボンファイバーの壁が薄すぎますということで、素材的にちょっとサイドボタンをつけるのが難しいのかもしれませんね。サイドボタンに関してはまだ実験中で、将来のモデルに追加される可能性はありますというふうに話しているんで、正直サイドボタンないとね、やるゲームにもよるけど厳しかったりもするので、この辺は許容できるか否かっていうところではあるんですが、まあ、性能的にも重量的にもかなりこう使いやすいものが含まれてますし、まあ、カーボンファイバーっていう面白い素材でね、ちょっとずつ海外でも知名度が上がってるんで、気になる人はぜひ調べてみてもいいんじゃないかなと思います。ということでお次、ということでこちらラスト、全然まだ情報は出てないんですけども、かなりちょっとデザイン性も活かしてるし、今後に期待できそうなメーカーだったんで、ちょっと紹介していこうと思います。こちらですね、名前がちょっとね、読み方わかんないんですけども、多分アリエとかアライエとかって感じで読むと思うんですが、FCC1 というマウスが開発中ということで紹介していきます。こんにちは、スティーブン・ホールです。私はプロダクトデザイナーとして3年間働き、最近自動車デザインを卒業しました。これは私がここ数ヶ月取り組んできたプロジェクトです。ということでですね、30g のマウスを作っているそうなんですね。見た目すごい活かしますよね。やっぱカーボンのね、見た目すごい自分は好きなんですけど、それだけじゃなくてこのデザイン性ね、上も下もがっつり空いてはいるけども、まあ、素材はカーボンを使ってるんで、めちゃめちゃ硬いわけですね。で、形状に関しては G303、まあ、シュラードエディションみたいな最近出たやつと ZA13 からインスピレーションを受けてこの形状を作成しましたということで、パッと見 G303 に見えつつも若干後ろもっこり形状になっていて、 ZA の形状を少しだけインスピレーションを受けたって感じになっております。で、底面の部分もがっつり空いてます。ここ1、2、3箇所ですね、がっつり空いてまして、パルサーみたいな感じでね、こう X 型というかバッテン型で補強しているという形になります。耐震構造とかもこうバッテンにつけるよね。横から見てみるとこんな感じ。割とね、横の部分に関しては逆ハの字を意識されて作られてるんじゃないかなと思います。って感じで、ちょっとまだスペック等は全くもって出ていない状況にはなるんですが、まあかなりデザインは活かしているわけなんですよね。しかも重量は 30g と、で逆ハの字だし、最近自分卵型のこういう形状を使いましたけど、この先細りになってる形状って超持ちやすいんですよね。かなり個人的には期待しているんですが、レディットでこんなアンケートが取られていました。優先でサイドボタンなし 30g にするか、ワイヤレスでサイドボタン付きで 40g にするか、こんなアンケートが取られてたわけですね。もちろん自分はワイヤレスサイドボタン付き 40g に投票しましたが、投票数もね、現在ワイヤレスの方に1400件ほど、有線の方に100件ほどなので、まあワイヤレスがねかなりこう有利なんですけども、果たしてどっちが作られるかですよね。ぜひこのマウスちょっと気になるな、ワイヤレスでサイドボタン付きで 40g 激アツだろうってね、ちょっと気になった方はレディットの URL 貼っておくので、ぜひ投票しに行ってみてください。ということで以上、本日は今後の主力になるんじゃないかというカーボンファイバーでできた素材のマウスたち3つを紹介させていただきました。まあカーボンファイバー自体もう最近本当にマウスに取り入れられるようになってきた素材ではあるので、まだまだちょっと技術がね追いつかないというか、こうノウハウができてない状態なので、まあ、今後どんどん改善されて、軽量なおかつ耐久性めちゃめちゃ高くて、ここにサイドボタンとかつけてくれたらめちゃめちゃいいマウス、今後どんどん増えていくんじゃないかなと
思います。ってことでこのねカーボンマウス今後に期待しましょう。この動画が参考になったと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。あとよければたまにツイッターの方でねなんかこれ安くなってるよとかなんかセール的なこともお話しするんでツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。